はい、どうもすけです。今回ご提案したいのがですね、R ブラストエリートという武器です。ギアはですね、レジェンドの帽子。これスプラトゥーン1の時にね、この帽子被ってたんで、やっぱりこの帽子がいいなっていうのと、で、これですね、サブ性能アップでポイズン投げていく感じですね。行きましょう。ガーチャグラのスメシワールドですね。さあ、R ブラストエリートね、行きましょう。かっこいいな。うん、やっぱレジェンドの帽子被ってるだけで、あいつ強そうやなってなんも。だから、レジェンドの帽子かぶってます。まあ、でもインク効率メインなんでね、いいかなっていうことで、レジェンド帽子かぶってるんで。で、サブ性のアップのポイズンね、投げていけるんで。イカ速度はないんで、ちょっとあれですけど、まあ別に関係ないかな。オッケー、まあ、持っていこう。持っていくとこまで持っていきましょう。さあ、ここで、しんがりからしんがりジャンプ入れましょう。しんがりっていうのは一番後ろという意味です。行こう。はい、終わり。はい、はい、ポイズン食らっとくか。炙り出しちゃうよ。はい、4発掛けっていうね。かなり効率悪いけど。4発掛けは厳しいな。上からの必戦。まあ、これしょうがないな。あの辺ちょっと敵を、うん、対象商品外なんで。キャンペーン対象外なんでね。しょうがない。遠方からじゃないとやっぱ厳しいからな。とりあえずポイズンで折るかどうか。さあ、まあ、ヒッピがして、ナイス。で、矢倉乗ろうもんならもうポイズンぶち当てるからね。さあ、あとチャージャーのみ。堂々と構えてられるならよく。さあ、トラップなどなど。とりあえずポイズン。ポイズンがね、かなり強いと思いますから。ちゃんと当てていこうな。ジャンプ打ちがね、弱いのよ、このスプラ2。ジャンプ打ちしたらね、弾がビヨーンってどっか飛んでいくのよ。あさっての方向に。だから、足着地打ちないとあかんからね、結構難しいのな。帰ったか。とりあえず、ポイズンプラス、まあ、雨で前方に預けておきますか。ポイズン当てといて。まあ、無理やな。突っ込めねえからな。オッケー。まあ、今のジャンプ値やからな、たまたまなんだよな。ジャンプ値ほんまあかんからな。基本的にはほんま、認められてないんで、ジャンプ値っていうのは。スプラ1の癖でジャンプするけど、弾ビヨンビヨンになるんで。でも弾ブレるの弱いよな、そういう意味では。ブレへんかったらめっちゃ強いと思うんだけど。やられた。さあ、ホットブラスでやられていくが、まあまあ、守りに関しては強いと思うんでね。攻めがやっぱり難しいけど。守りに関しては、なんとかなるやろ。この照射程で守れるからな、やっぱり。ポイズンと。全然当たらへんわ。行こう。爆風入れとくか。さあ、相手のポイズンが食らってんな、これな。インクが回復せへん思ったら、そういうことでしたね。どっか押し上げたいな。ちょっと雨で一気に押し上げようか。ポイズン。刺さってる刺さってる。こういう動きにしなあかんのな。ジャンプ打ちできないですからね。動きが変わってくるのな、やっぱり。しかも直撃で全然倒されへんっていうところありますからね。だから使う人少ないよな、そういう意味でやっぱり。スプラ1のラピエリが来てほしいなって感じやんな。プラス2のラピエリアとどうしても火力に半端が出ちゃうんで。うわー、あかんか。さあ、直撃で85しか入らへんからな。直撃当ててもあかんのな。それがマジで厳しい。うん、あんまヒッピがしてポイズンかな。まあ、そう来るような。芝居たる。オッケー。こうこう。あかんか。危ない。うわー、なんや。ホットかな。ホットやな。さあ、ホットがぶっ刺さっていく。とりあえず60で止めないと負けるぞ、これ。勝ち筋を追うなら、とりあえず60で止めよう。
一斉逃げだな。一斉どこ行った？曲がるしかないか。さあ、そこしばきたいな。リッターしばかな、勝てなくね、これ。リッターしばくわ。オッケー、まず一人。誰か乗ってるか？お、カウントリーでした。ナイス。ガーチャグラのスメイシダワールドというとこですね。行きましょう。さあ、伝説の帽子。まあ、レジェンドの帽子言うんですけどね。かっこいいね。服装はまあまあ、靴が若干ダサいぐらいで、服装はね、かっこよくなってますから。そしたらまず上がろうぜ。こっちから上がり。上がっていって、で、そこ来るかな。いや、やめてください。堪忍して。インクないわ。ポイズンでね、一発で半分ぐらいインク使うから。どんだけ使うねんっていう。もうちょい、消費がね、もうちょいエコなポイズンでいいんですけどね。どこどこどこ。おお、なんか倒した。雨か。ナイス。よく雨降らし打ってたな。どこに隠れる？終わりだぜ。ドーン。何？今の直撃倒せないってもう切れていい？今のでいかれんのか。まあ、直撃音は相変わらず気持ちいいな、ラピエリはやっぱ。直撃音気持ちいいっす。とりあえずポイズンぶちやっとくわ。イカスピア。ナイス。乗せて。あー、いい乗りできないでいく。オッケーオッケー。さあ、この調査艇で脅かしていきたいな。どこにおるかすら分からへんっていう。とりあえず雨打っとくか。オッケー。さあ、ローラーが一つ下がってったな。何？なるほど。ピーコに飛んだってわけか。後ろからの攻撃か。うわー、直撃2回がけか。厳しいな。火力がな、もうちょっとあったらな。メイン性能で火力上がるとかにしてくれたらいいかもしれんな、ラピエリに関しては。ほら、チャージャーさんよ。うわー、まあこれはしょうがないよな。スパジャンチャージャー、何それ、何それ。荒技やな。あいつご提案してんじゃん、もしかして。提案しとんな。一瞬で味方の元に飛べるっていう。あれかな、変えるためかな。ハイプレ持って。ハイプレ持ち帰るためはあれやな。ギアやな。おそらく。ファーな、ふざけんな。ヒューマンボム、嘘やろ。逃げるためのチャージャーやな。消極的と言ってもいい。ミスター。来るよな。だがお前はそこまでだ。うえ、まだ上におったよな。ナイスアーマー。オッケー。吸盤気をつけてね。アメフラビーマー。ローラーとか怖いのな。あと後ろから来るやつ怖い。あと前だけに限定、そう、後ろから撃ってくるやつおんねん、そう。ポイズンボーラー。いやー、これあかん、流れ来ても意味ない。味方がやられてしまう。うわー。厳しい、相手の守りがうまいな。散らかってたわ。相手が固まってなかった。守りのフォーメーションがきっちり組まれとったわ。だからどこ行っていいかわからんかったなってやった。ポイズンボーラー。まあまああるんでね、チャージャー一発受けれる。とりあえずポイズンいくか。イカスピア飛んできたんか。
賢いな。大丈夫か。もう二人やってる。ナイス。あと上やな。インクないんか、このタイミングで。もう完全に捉えたようなタイミングやったのに。うわー、ごめん。ナイス。さあ、頑張っていこう。59で勝てるか。でも結構いい感じやな。相手も慌ててると思うんで。まあまあ、こっからはもう櫓に適当に爆入れといたらもう相手何もできんよ。OKOKOK。ナイスー。